ケニントン駅はロンドンサザーク、ケニントンにあるロンドン地下鉄の駅である。当駅はノーザン線チャリングクロス支線とバンク支線が合流する地点にあり、北隣にはチャリングクロス支線ウォータールー駅、バンク支線エレファントキャッスル駅が、南隣にはオーバル駅がある。当駅はトラベルカードゾー2に含まれる。当駅は1890年12月18日。 ロンドンで初めてシールド広報により比較的深いところに路線を建設したシティサウスロンドン鉄道の駅として開業した。当駅の行政区はサザークの一部であるニューイントンだが駅名はサザークの地名であるケニントンロードではなくランベスの一部であるケニントンとなった。駅のレイアウトはエレベーターで北高のホームにアクセスし南高のホームにはそこから階段を降りる。 ボロ駅に類似していた、バンク支線の北高ホーム、南を見る。開業時の駅出口への通路は、この写真中央の壁で塞がれている。1926年9月13日、ウォータールー経由でエンバンクメントまで延伸し、元チャリングクロスユーストンハムステッド鉄道の路線と接続された際に、新しいホーム2面2線が建設された。この拡張に合わせて、 在来の北欧ホームは改築され、対面の理解が可能な要配線が変更された。この改修により、トンネル断面が大きくなり、ホームと反対側のトンネル壁面に元の出口を塞ぐドアが設置されることとなった。バンク支線南行ホーム、北を見る。ドアの陰に開業時の出口への通路がある。元のバンク支線北欧ホームはエレベーターだけで、 改札街と結ばれていたが、この改修によって、階段を上って線路を越え、降る必要が発生したため、エレベーターが改修されて線路を越える部分に直結するようになった。この名残で、バンク支線の南行ホームには多数の階段がある。開業時からの装飾が多い通路は、後のよりシンプルなものと合わせて強用されている。 この通路以外の使用されていない開業時の施設は一般に公開されていない。他のシティサウス、ロンドン鉄道の駅、ストックウェル駅、エレファントキャッスル駅、オーバル駅の開業時の施設は1920年代の近代化工事で大部分が失われたが、当駅の駅舎は開業時の姿をよく留めている。歴史的建造物を損なうことなく、 当駅構内の換気を改善するため、職員用通路が新設されている。当駅には2つのエレベーターがあるが、エスカレーターはない。ホームには79段の階段でアクセスすることもできる。2005年に駅改修工事が完了している。列車運行間隔は時間帯により異なるが、6時台から0時台前半まで、おおむね3から6分間隔で、 北高はエッジウェア、またはハイバーネットへチャリングクロスまたはバンク経由で運転され、南高は6時台から0時台まで、おおむね2から5分間隔で運転されている。ラッシュ時には一部の北高列車はミルヒルイースト行きとして運転される。ケニントンからウォータールーまでは平均3分50秒を要する。ロンドンバス133、155、333。 415、深夜バス N133、N155 が当駅を経由する。当駅の南にはループ線があり、チャリングクロス支線の南行列車はこのループを通って、北港のホームに入ることができる。配線の制約から、バンク支線南行の列車はこのループに入ることは、できない。バンク支線、またはチャリングクロス支線の南行列車が折り返して、 バンク支線の北港ホームに至るには、駅南側の本線の間にある引き上線経由で折り返す必要がある。この配線からチャリングクロス支線の列車の大半は当駅折り返しとなり、チャリングクロス支線南行ホームから南に発車する列車はほとんどない。ありがとうございます。